はい、どうも皆さんこんにちは、きなです。今回ですね、こちらレジェンズのね、公式のツイッターの方に来ているわけなんですけれども、これですね、昨日からドラゴンボールレジェンズの5周年のカウントダウンメッセージが、公開されているというわけで、昨日から、そして今日もですね、紹介されているので、まあ、少し喋っていこうと思うわけなんですけども、昨日はですね、ピッコロ役の古川俊夫さんが、メッセージを送ってくれていると。で、まあ、今日ですね、今日の方は、12時公開なんかなちょっとわからないんですけど、詳しい時間までは。天津飯役の、緑川さんがね、メッセージをくれているということで、どんどんね、ドラゴンボールのね、声優さんが、5周年に向けてのメッセージを送ってくれているという、まあ、イベントが始まっているんですよね。で、昨日がピッコロ、今日が天津飯の声優さんが、発表してくれているということなんですけども、ちょっとね、これ怪しいんじゃないかなっていうものがあったんで、スライドを見せていこうかなと思います。はい、こちらですね。僕が用意してきたスライドになるんですけども、カウントダウンが昨日の5周年まであと7日のタイミングから始まっているんですよね。で、まあ、今日と昨日がですね、ピッコロ天津飯で確定していて、この2人に関しては、第7宇宙サバイバル編の、第7宇宙でね、活躍したキャラクターの2人なんですよね。で、明日から1日まで、5人のね、声優さんが出てきてくれるはずなんですけど、仮にですね、ここが、こういったね、クリリン亀仙人、17号、18号、ご飯っていうね、第7宇宙のメンバーで来た時にですね、残りのメンバーが、3人っていう風になるんですよね。で、その3人が5周年の最初の新キャラクターになるんじゃないかなっていうのが僕の考察でございます。で、もしもこういうメンバーになった時にはですね、悟空フリーザね、やっぱり5周年で言われてる悟空フリーザが新キャラクターとして来る可能性がめちゃくちゃ高くて、で、周年のLL がね、登場するときって、絶対副産物で SP キャラクターも登場するんですよね。で、それが初めての通常 SP のキラベジになるんじゃないかなっていうのが、今回の僕の考察になります。いや、これどうですかね？結構宇宙代表のキャラクターが、周年に来るんじゃないかっていう話は元からされているわけなんですけども、こういう風に考えると、むちゃくちゃ極振りとキラベジ来そうじゃないかなっていう、考えになるんですよね。特に亀仙人とか17号、18号っていうのは新キャラクターでね、もう出たばっかりですし、多分5周年中に宇宙代表編で登場するっていうことは可能性としては低いんじゃないかなって思ってて、で、ご飯に関してもアルティメットご飯のユニークフラグメントが、おとついぐらいに追加されたばっかりなんで、また宇宙代表でアルティメットご飯新キャラクターで、こんなすぐ出すかなっていうところもちょっと疑問には思ったりするんで、いや、めちゃくちゃ、極振り、そしてキラベジの可能性が高いんじゃないかなって思ってます。はい。で、今回のツイッターキャンペーンだけの話じゃなくて、その他にもね、極振りが来そうな理由っていうのがいくつかあるんで、喋っていこうと思います。結構ね、いろいろ言われてるんで、まあ、これだけじゃないと思うんですが、まあ、僕がパッと思いついたやつを喋っていきます。まずは、もう周年のね、新キャラクターがもうほぼ、もう LL で登場するっていうのが分かっちゃってるんですよね。というのも、カウントダウンログインボーナスで、SP のキャラクターが確定するキャラクターの、チケット、各チケですね、が配られているということで、SP 確定って言ってるんだったら、SP 以上のウルトラはないじゃないですか。だからもう絶対 SP の新キャラクターしか来ないんですよ。なんで、LL、で登場するんじゃないかなっていうのが、まあ、ほぼほぼ確定していると。で、そうなった時に、LL、の演出らしい極振りがですね、登場するんじゃないかっていう話ですね。極フリーザを最初に出すんだとしたら、あのフィニッシュの演出って絶対出したいじゃないですか。だから、まあ、ウルトラの隅演出で悪行を表現するっていうよりも、そのアニメの最後の終わりのフィニッシュと同じようにレジェンダリーフィニッシュの演出を作ってくるんじゃないかなということで、極振りの可能性が結構それで押されていると。で、宇宙代表の1強レベルの環境が終わったと書いてあるんですけども、ウルトラヒットとか17号とか、復活身勝手が来た、怒涛のね、宇宙代表の、エグすぎる強化のラッシュっていうのが一旦終わって、まあ、最近で言うと未来とか、再生パーティーとか、そこら辺と、まあ宇宙代表がぼちぼち張り合ってるぐらいの、環境だと思うんですよね。まあどっこいどっこいで戦えるぐらいの。だから、もうこれ以上宇宙代表強くしてどうするねんみたいな、まあ、そう、めちゃめちゃ強いとは思ってるんで、これ以上宇宙代表強化してほしくないっていう気持ちもまああるんですけど、まあそれは対戦面の話であって、新キャラクターはめちゃめちゃ来てほしいんですが、まあやっぱ対人ゲーというところもあって、パワーバランスがね、やばすぎることになると、さすがに批判を買うと思うので、まあここで、そろそろ宇宙代表のキャラクター1体ぐらい追加してもいいかなみたいな、1体2体追加してもいいかなぐらいのタイミングで、出してくるんじゃないかなっていう考えですね。で、目玉のキャラクターはリメイクじゃないキャラクターしか来たことがないと言ったわけで、そうなんですよね。1周年がスーパーベジット初登場ですよね。で、2周年ベジットブルーも初登場の形態ですね。で、3周年の、ザマスとゴジッタ4もそうで、4周年の身勝手の極意極みも、これまでにね、レジェンズで実装されたことのない形態とか、その場面のキャラクターとか、そういったのしか出たことがないので、極振りもね、まだキャラクターとしては一体も登場していないので、来るんじゃないかなっていう。で、悪の系譜がね、本当にめちゃめちゃかわいそうなことになっているので、まあ、このタイミングで救済来てもいいんじゃないっていうね。結構やっぱり、周年のキャラクターって、味方のキャラクターが強化されがちな感じはしてるんで、まあ、悪の系譜っていうね、強大な敵ではないけど、極振りは多分、そういった敵キャラクター側の、タグも強化していいんじゃないかなっていうのが、まあ、そこそこ言われていると。はい。で、全くね、新キャラクターのヒントとは関係ないんですけども、この前のね、ユニークゲージが、修正されたというわけで、裏方のね、キャラクターのユニゲーが、見やすくなったんですよね。で、それも相まって、新キャラクターの性能がユニークゲージ持ちで、なんか攻撃を受けるたびにユニゲーが溜まっていくとか、なんか、例えばカウンターのゴジブルみたいなユニークゲージが追加されてるんじゃないかなっていう、考察も結構受けてたりしますね。はい。そんなわけで、もうかなりね、レジェンズ5周年に向けて、どんどんヒントとか、出始めていると思うので、皆さんね、まあ、僕も思ったことをどんどん喋っていきますし、なんか少しでも気になったなっていうことがあったらコメント欄で教えてほしいし、見逃さないようにね、していただけると幸いかなと思います。はい。そんなわけで、今回ですね、レジェンズの、まあ、最新情報プラス、考察してみるとね、新キャラクターの可能性がやばすぎるんじゃないかっていう風に、動画を展開させていただきました。まあ、5周年に向けてどんどん動画上げていくんで、ぜひともチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。